よいしょよいしょよいしょ。ネットでポチりたいです。今日は初めて買ったブランドの服を紹介しますっていうか、たまたま衝動買いした服で、ブランドのことを実は全然知らないんですけど、行けるところまで行ってみますのでついてきてください。2ヶ月くらい前かな、おしゃれな友達に連れられて、渋谷のね、住宅街の中に行ったんですよ。で、こんなとこに店あるのかななんて見てたら、まあ、あって、で、入ってみたら、まあまあ、好みなんですね。で、友達がお店の人となんかお話ししてる間に、どれどれなんて見てて、で、まあ、パンツね、夏履けるパンツ、まあ、探してたから、まあ、ちょっと時間もあるし試着してみるかなんて試着してみて、でそれセットアップで上もありますよなんつって、で着させてもらって、せっかくですから記念にみたいに着て、で気がついたら上下とも買ってたんですよ。友達は何も買わないのに。まあそのブランドっていうのがこちらなんだけど、これ見てわかる方がいたら、まあすごい私なんかより何倍もおしゃれな人なんですけど、ウティっていう日本のブランドなんだって。なんかフランスのミリタリーとかワークウェアをモチーフにベースにデザインをされているブランドで、いやーこれはいいブランドを知ったなーなんて、誰も知らないやつみんなに教えちゃおうなんて得意になって、で家帰って調べたら超有名な、もうみんなおしゃれさんなら誰でも知ってるみたいなブランドでした。でそのお店はアトリエ兼ショップだったのかな。でなんか調べるとバスクシャツが有名なんだって。確かにお店にバスクシャツいっぱいかかってたわ。とにかく私はパンツいいのあるなんてパンツから入ったんだけど、すごい丁寧に接客していただいたんだけど、2ヶ月前のことでほぼ忘れちゃった、ごめんなさい。で今ネット調べながら喋ってんですが、多分これ30年前のフランス軍ブージュロンパンツっていうのかな、ワークパンツをモチーフにしているみたいです。でネット見るとね、これリネン素材のアイテムが結構よく出てんですけど、私購入したのはコットンですね。コットン100、しっかり洗いがかけられているからかな、すごいねクタッとしてね、手作業で独自の染色をしているそうです。軽い素材なんだけども、なんか存在感があるっていう。で試着してすぐ分かったのはリラックス感のあるシルエットね、これ私が求めてたやつだと思って。さらに腰のベルトのところもね、かなり好みのデザインで、あとこの裾もベルトになって絞れるようになってるから、結構やりすぎてんのかななんて、やりすぎ感があるのかなと思いつつ、こうやって見ると引いてみると全然シンプルで、いい意味でこの細部の主張がないっていうか、あれ俺これ買う予定全然ないんだけど、今なんか買おうとしてるみたいに、そう試着してる時思って、でも白いパンツすげえ持ってるから、なんで俺これ買おうとしてんだろうとか思って、まあちょっと思考停止になってた時に、お店の方がジャケットセットアップのジャケットもあるのでよろしければなんて言われるんで、まあそのまんま思考停止のまま、まあ言われるがままに着てみたんですね。そしたら、もういつも言ってるけど、俺のために作ったんじゃねって思ったわけ。これご覧いただいてすぐ分かるように、ジャケットはジャケットで超かっこいいんですよ。これも接客いただいたのを忘れちゃったような気がするんで、今ネットで調べてますけど、50から60年代のフランス海軍の作業着をベースにデザインされているらしいです。スーピマコットンを限界まで高密度に打ち込んだ平織りの生地って、ということは、パンツも同じ生地ですね。だからもう軽くてクタッとしてるようで、すごい存在感があって張りがあるみたいな。正直フランスのミリタリーとかワークウェアとか全然詳しくないけど、この丈の短さとかポケットの位置とか、海軍の作業着っていうことでそれぞれ理由があってのデザインだとは思うんだけど、まあ本当はそういうのを説明できればいいんだけど、私は語彙力っていうか知識がないので、ただこのデザインが好みすぎるっていうって思ったんだけど、春物のアウターその時すでにかなり買ってて、もうそれ以上買っちゃいけないよって思ってた時だったの。しかもこれお店で私上下で着てたんだけど、それを見てお店の方が、いやー本当はセットアップ上下で着ていただきたいんだけど、なかなか着ていただけるお客さんいないんですよねーって言って、だから上下では買いませんよねーみたいな感じで言ってくるから、いえいえ買いますけどってなるんですよね私の場合。まあその時は誰も着ないんだったら俺がセットアップで着てやる、白のセットアップで着てやる、だって似合ってるしとかと思って買ったんだけど、やっぱ家帰って冷静になって見てみるとちょっとどうですか、まあ
格好いいかもしれないけど、これ着て普通に街歩いてるっていうか友達に会ったらば、あれどうした今日みたいな、やたら気合入ってるけどなんかあんの今日って言われそうっていうか、なんかね上下白っていうだけで結婚式っぽいっていうイメージもあったりとかするから、もしかして今日結婚式みたいな、結婚式っていうか結婚するのみたいな、新郎みたいな、また誰かと結婚するのみたいに街をざわつかせる可能性もあるなと。まあそういうことはないんだけど、まあまあまあそれは置いといて、置いといても気軽に行きたいよ、気軽に来たいけど、気を抜いて着るとカレーうどんの汁とかすぐ飛ばしそうな気もするし、で、あ、そうだこれ値段もね、ちょっと2ヶ月前の忘れちゃったんだけど、上下で7万円ちょっとでした。このクオリティでこの値段っていうのはなかなか嬉しいと思って、うわいるんだけど、やっぱりこれ2ヶ月前に買ってから実は今まで1回も着てません。まあそれぞれバラバラで着ればいいんだろうけど、まあ動画撮る前に汚しちゃうのも嫌だななんて思ってるうちに今日に至るって感じで、いやーこれもうどうしようと思って、マジで今からバラバラで着るか、でもせっかく買ったんだからセットアップで着る、でセットアップで着るっていつみたいに思ったんだけど、セットアップで着る機会があったのよ。あったっつうか、ベッドでも知りたいです。この白いセットアップ買ったはいいけど着る機会がなくて、やっと今日着れるっていうことで、あのウディっていう、えっ、おっ、おさら、あっ、おさら、あっ、おさら、2年です。これ2年入ってます。これ2年、私のコットンなんですよ。さすがおしゃれ最先端、ありがとうございます。あの申し遅れましたけど、ビッキーさん、こんにちは。どうもどうも。ビッキーさんに声をかけていただいて、フリーマーケットを今日、ね、楽しいのやらせていただいて、でお互いホクホクで、どうですか今日の感想。楽しかったです。もう体調とでも会っても毎回あんま話せないんで、今日はちょっと話せたらなと思うんですけど、そうですね、まだこんなにファンがいるんで、また今日も話せず、10割方リッキーさんファンなので、あの私はこれからコツコツファンを増やしていきたいと思います。でもね、フリマ来ていただいた方、はい、多分リッキーさんの方はリッキーさんの方がで何かお礼の挨拶があると思いますけれど、全くうちは何もない告知もほとんどしてないし、はい、ということで、はい、お礼の挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ最長。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ウェーイ、はい、みんなじゃあここから、はい、ウェーブいきますよ。じゃあ、リッキーさんからウェーブ。ウェーイ、やば、ヤバタニエン。